皆さんこんにちは、相澤隼人です。本日なんですけど、YouTube を始めて、約1ヶ月ぐらいが経ってですね、そろそろこうやって真面目に話す動画も撮っておかないといけないかなと思いまして、今日は、トレーニングしてる方ももちろんそうなんですけど、いろんな方にこう聞いてほしいものがあると言いますか、特にトレーニングしてる方に向けて発信する動画となってます。よかったら最後まで動画の方を見てください。で、このなんで話そうかなと思ったかと言いますと、2018年の12月ぐらいにオリンピックのジュニアの合宿っていうのがありまして、でそちらに参加した時に柔道のオリンピアンの選手がいて、名前はちょっとここでは出さないんですけど、多分知ってる方も多いんじゃないかなと思います。そういう人がいてですね、でそのオリンピアンから直接話を聞く機会がありまして、でその人が言ってた言葉っていうのが今すごい、心に残ってる。でその時にすごい、この言葉は忘れちゃいけないなっていうのがありまして、でそれってトレーニングにも当てはめられますし、皆さんこのチャンネルを見てくださってる方々はダイエットとか、そういうトレーニングのボディメイクにまつわる、ことをされてると思うので、それに関してちょっとお話をしたいなと思います。でその柔道のオリンピアンの方が言われてたのが、練習は目的を達成するための手段であって、練習することが目的になってはいけないと、そう言ってたんですよね。これ何かっていうと、目的、例えば柔道ですと、例えばオリンピックで勝ちたいとか、何々の県大会で勝ちたいとか、いろんな目標があると思うんですよね。でそのために練習をするのであって、その練習をすることが目的になってくると、ちょっと進路が変わってくると言いますか。でそれってものすごいやっぱトレーニングに言えることだなというふうに思いまして、で今日はちょっとそれについて話していこうかなと思います。皆さんのこのトレーニングに対する姿勢っていうのを少しでもちょっとこう質を1段階でもいいので上げるきっかけになればなと思います。で皆さんトレーニングなんでしてるのかっていうふうに考えた時に、いろんな理由あると思うんですよね。例えば体を大きくしたいとか、体を今よりも良くしたい、美しくしたい、引き締めたいとか、いろんな方いると思うんですよね。ってことは、その体を良くする、かっこよくするためにトレーニングっていうのはされてるわけですよね。ってことは目的は体を良くするためなので、その手段としてトレーニングをしてる。言ってしまえば、トレーニングをしなくても体が良くなれば、それでいいとは思うんですよ。ただそんなことっていうのは絶対にありえないわけですね。だからトレーニングをしているわけじゃないですか。なのに、いつの間にかトレーニングをやっていく中で自分の目的を忘れてしまう人もおそらく少なからずいるんですよね。自分自身そういう時期がすごいあって、自分はトレーニングをすることがものすごい好きですし、そのトレーニングをやってて、気持ちいいなと、ちょっとド変態みたいになることがあるんですけど、皆さんここを見てるのはね、みんな ド変態だと思うんですけど、やっぱトレーニングをすることが目的になってくると、なんていうんですかね、そのトレーニングやっぱ質が落ちる、やることが目的になっちゃう。だから例えばベンチプレスとかスクワットとかだと、もう上げることに必死すぎて、例えば可動域が狭くなったりとか、そのバウンドさせてやっちゃうとか、そういうのが目的だったらいいと思うんですよ。重量をただ単に上げるのが楽しいっていう目的であれば、全然それは間違いではないかなと思うので、それはいいと思うんですけど、今日言ってるのは、体をやっぱ変えたいっていう人に対して自分は言ってるんですよね。体を変えたいっていう目的があるのであれば、その手段として適切なトレーニングっていうのはあると思うんですよ。なんでトレーナーにこのトレーニングをやればいいって言われたからやってるっていうのは少しもったいないんじゃないかなっていうのを思いまして、今日はこういうふうに喋ってます。自分もなんでそのトレーニングをやってるかっていうのが分かんない時期が、特に高校生とか大学の初めの方っていうのはそうだったんですけど、柔道の選手の方の話を聞いて、やっぱすごいそれはトレーニングにおいてもダイエットにおいても重要だなと思いました。例えばダイエットだと、あくまでも、ボディービル競技をやっているのであれば、目的っていうのは女脂肪なんですよね。脂肪を極限まで落として、筋肉のこうカット、溝を深める。で筋肉をこう鮮明に移して、体を大きく見せる、美しく見せるっていうのが目的なので、体重を落とすことが目的ではないんですよね。なのに、いつの間にか毎朝体重を測ることがこう習慣化してきて、その体重が落ちてなかった時にちょっとこう嫌になったりとか、ストレスを溜めてしまう。それって目的と手段が違うことになってますよね。目的は体重を落とすじゃなくて、目的っていうのは体をかっこよく見せることが目的なので、それに合った手段を選択した方がいいと思うんですよ。
ってことは体重が落ちなくなった時にカロリーをやみくもに削るとか運動量をただ単に増やすとかそういうのではなくて今何が必要なのかっていうのを、まあ、しっかり考えた方がおそらく体っていうのは変わっていくと思いますし、あのまず信頼できるトレーナーになんでこういうふうになるのかっていうその、まあ、ロジックですよね。ロジックを知った上でやった方がおそらくその質が高くなるんですよね。だからこう練習をしてて例えば中学生高校生の時とかだと、まあ、先生にこのメニューをやれって言われたからそのメニューをやるみたいな、だそうなってくるとちょっともったいないですよね。せっかく同じ時間練習をやるのであれば自分たちが納得した上でしっかりこの目的を達成するために今私たちはこのメニューをやってるんだこの取り組みをしてるんだっていうふうになるべきだと思うんですよ。でそっちの方がおそらくやっぱ目的に達するための時間っていうのは早いですね。一番だから効率がいいと思うんですよ。ただやみくもにやるのではなくて少し考えてあげる、ほんの少し考えるだけで全然その質っていうのは変わってくると思います。なんでちょっと今日はねそういうのを話していますということでね、まあ、皆さんに本当に伝えたいのはトレーニングっていうのは体を変えるための手段であってトレーニングすることが目的になってはいけないということですね。もちろんトレーニングを好きな人はジムに行くのが好きだしこうトレーニングやってること自体が好きだと思うんですけど、そのもっともっと根本的にあるのはおそらくやっぱ体をでかくしたいとかそういうとこだと思うんですよ。特に自分のやっぱチャンネルを見てる、まあ、そこに画面の後ろ側にいるド変態の皆様には、まあ、あのトレーニング頑張ってる皆様にはやっぱそういうとこをちょっとこう考えてやってもらえると少しだけほんの少しだけなんですけどトレーニングのパフォーマンスはやっぱ上がると思うんですよ。トレーニングのパフォーマンスっていうかトレーニングやっぱ質が上がっていくと思うんですよね。なんでそこをちょっとしっかり考えながらやってもらえるとトレーニングもっと楽しくなりますし、まあ、そこからやっぱいろいろ広がっていくものも見えてくると思うんですよね。ただやるだけじゃなくてこっちの方がいいんじゃないのかなこっちの方がいいんじゃないのかなっていろいろやってみてそこでやっぱ見えてくるものっていうのはあると思うんですよね。でだからトレーニングが好きなんですけどトレーニングに飲まれちゃいけないっていうことですね。あとはトレーニングは手段、目的を達成するための手段なのでトレーニングやることが目的になってトレーニングやんなきゃやんなきゃってなってくると本当に目的としているものが何なのかっていうのが分かんなくなってくるのでちょっとそこの意識のちょっとこう変えるきっかけになればなと思っております。まあ、こんな感じでね、話す動画っていうか自分がこう話して考え方が変わるっていう方も少なからずやっぱいると思うんですよ。そういうのを私はこう続けていきたいですし、もしこういうの考えどうですかっていうなんか意見みたいなのあればぜひ、まあ、インスタグラムのメッセージでも YouTube のコメント欄でも言っていただければ、あのそういう意見に対して自分の意見ですね。なんで今日話してるのもあくまでも自分の意見ではあるんですけど少なからずやっぱ精通するものはあるんですよね、いろんな方に。なんでそういうものをまあ伝えていければいいかなと思います。なんで皆様からのメッセージコメントいろいろ待ってます。あのコメント欄とか自由に書き込みしていただいて構わないので、あの私も楽しく見させていただいてますので、自由にやっていただいて大丈夫です。はい、今日話した内容は目的と手段の、話でした。まあ、この考え方は先ほど言った通り私のあくまでも私自身の考えですし、これが絶対っていうわけではないんですけど少しでも、まあ、いいなと思ってくれれば嬉しいです。もしこの動画がいいかなと思ってくれた方はぜひ、高評価とチャンネル登録をしてくれるとすごい嬉しいです。はい。ということでね、まあ、こんな感じで話す動画もちょいちょい撮っていこうかなと思いますので、ぜひ、まあ、何回目にもなりますけど、メッセージたくさん待ってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。